ダイビルダイビルここでは、ダイビル株式会社がかつて日本の大阪府大阪市、北区中野島三丁目で運営していた、貸事務所、ダイビルの建築物である、ダイビル本館並びにダイビル新館について記す。旧称は、大阪ビルジングであるが、大阪商船ビルディングとも呼ばれた。大阪商船会社が1884年に創業したのは、かつての大阪府下北区。 富島町14番地の地であった。それは、業用の拡大によって共愛になったので、会社は1918年、新社屋の用地として、現、大阪府大阪市北区中野島三丁目6番32号に、あった何和倉庫の敷地を取得し、翌1920年臨時建築部門を設置した。会社は、その新社屋を、自社用とするのみならず、 余剰空間を可視室として、一般社会のように共する総合建物とすることを意図して、しかるに当時社屋が求められていた、宇治川電機会社並びに、日本電力会社との間において、共同で建設する儀が起こり、1923年10月9日、蒸気3社によって、大阪ビルジング会社が設立されるに至った。かくして1924年4月12日には、 自震災執行の運びとなり、翌13日寄港され、1925年9月17日、公費約350万円を費やして本館、日別館、北ガレージ並びに、大阪商船で荷物国記書と、それぞれ称された建物が竣工した。1926年5月には、自動車庫の東ガレージが、同年6月には、自転車庫の南車庫が増築された。 その後、新館の増築が計画され、1935年12月1日機構の運びとなり、1936年1月、大阪商船で荷物古希書並びに、北ガレージが取り壊され、その跡地において1937年7月31日、春行した。1938年1月31日には、 東別館が増築され、動画レージンは新築された。第二次世界大戦中においては、本館、新館ともに、金属類回収令によって、合計5台のエレベーターや空気調和設備をはじめと、する、各種設備が築地供出された。1945年3月に至っては、防空構造建物を戦争に供する政策によって一部が、接収され、 大阪海軍軍事部の倉庫、中山製工所並びに大阪金属工業の工場がそれぞれ地下1階から地上3階までに鎮座した。日本が敗戦した後の1945年11月25日には8階、東野の一部を占領軍が接収し、1946年5月15日にはさらに同海における接収部分が追加され、 1952年4月15日に、接種解除されるまで女子商工宿舎、ホールのように供された。1953年3月、西別館は、地上3階建てに増築され、1990年6月、取り壊された。東別館は1967年1月16日、取り壊された。そして、大ビル会社、関西電力会社並びに、 関連不動産会社の3社は、中野島3丁目共同開発の一環として、本館、新館との解体撤去の上、超高層建物を建設する計画を発表した。これに対して、日本建築学会は保存要望書を、上記3会社に提出。ダイビルはこれに回答はしたが結果として、いずれの会社にも聞き入れられず、2009年、会社は、 ついにこれを取り壊した。2013年3月に再築された大ビル本館は、低層部外館は、旧ビルの部材を再利用して、大部分復元しており、内部玄関ホール部分も、旧ビルのものを復元している。新たな本館は、低層部から、やや、セットバックした場所に超高層部を立ち上げた構造となっている。同年6月、大ビル株式会社は本社を、 この再築、大ビル本館に移した。大ビル本館の設計は、渡辺建築事務所で、渡辺節が、設計監督、製図主任は、村野東吾、構造設計は、内藤多中に移植された。本館は一般にネオロマネスク様式とされる。しかし、ロマネスクの評価に値するのは、その低層外部分に取り付けられた。 インドやインドシナを連想させる石像の装飾彫刻に限られ、これらは極めて印象は強いものの全体の性格を決定づけているとは言い難く、冷静に全体を眺めれば、大正15年という時代の中にある真っ当なモダニズム建築とすべきである。ことに、外壁の窓のプロポーションと配置は絶妙で、村野の出世作、森五ビルを想起させる。 北側1階外部並びに玄関ファサードを飾るハリマさん、立山石星の装飾彫刻は村野によるデザインとされる。なおこの制作に携わった石膏の名は明らかとなってない。正面玄関のアーチ上には多くに低造作、和紙と少女の像が鎮座した。西別館は鉄筋コンクリート構造の地上2階建てにして建築面積222平方メートル。 延べ床面積429平方メートルの規模があった。大阪商船で荷物古希所は本館東側にあった建物で、鉄筋コンクリート構造の平屋建てにして建築、延べ床面積131平方メートルの規模があった。新館の設計も同事務所によるもの。東別館は鉄筋コンクリート構造の地上2階建てにして、 建築面積55平方メートル、延べ床面積133平方メートルの規模があった。1945年9月18日に来襲した枕崎台風では本館の地下1階が浸水したため、1950年には二度の膨張対策が施行された。しかし同年の9月3日に来襲したジェーン台風によって、 再び道管道会が浸水する被害を被った。そのため、翌1951年には、傍聴扉が設置され、その翌1952年には、回転扉が扉に取り替えられた上、1961年6月には、高潮対策の工事が施行された。しかるに、同年9月16日に来襲した第2、室戸台風では、こうした対策も、 こうをそうせず、本館、新館とも地下1階が水没し、地上1階も一部が浸水する結果となったので、その対策として、同年から翌年にかけてそれぞれ、本館、新館ともに1階北側の窓を鉄筋コンクリートで、ふさぎ広告用の窓に置き換え、出入り口に金庫風の扉を設置するなどの改造が加えられた。このほか、昭和30年代に、 大阪で問題になった地盤沈下の影響も受けて一階部分がやや寸詰まりとなった。これら外観の改造変化は2013年の再築に際して旧体に服された。ABCD 大阪建物株式会社50年史3から14ページ ABC 大阪建物株式会社50年史252から253ページ年表 ABC 大阪建物株式会社50年史40から49ページ、大ビル75年史14ページ、大ビルの保存に関する要望書日本建築学会、2005年8月3日付、2011年7月5日、閲覧。大ビルの保存に関する要望書について、大ビル株式会社、2009年8月20日付、2011年7月5日、閲覧。 大阪建物株式会社50年史6ページ、ABCD 大阪建物株式会社50年史243から253ページ大阪建物株式会社50年史476ページ ABCD 大阪建物株式会社50年史267から272ページ年表ありがとうございます。